郷原信雄の日本の権力を切る、今日は2週間前に収録して10日前にアップしました神正弘医師と語るレプリコンワクチンの闇、仮免許運転に膨大な国費がと題した動画、この続編ということでまた神正弘さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。急遽また出演していただいたのは2週間前に収録したこの対談も大変ですね、大きな反応があって多くの人を見ていただいて非常にたくさんのコメントが入ってですね、多くの人が初めてこういう問題があったんだと初めて分かったと、安全性の問題というよりもこれは結局臨床試験をろくにやらないで承認をしてもらって売ろうとしても売れるわけないじゃないかと、売れもしないものをどうするのかって結局買い取ってもらうんでしょうというような話がなんか非常にこう皆さんに刺さったようなんですね。それに対してどうもその明治製菓ファルマ側がかなり焦ってるようで、この前も中間決算の発表の時にですね、社長がいろいろこう会見でこのレプリコンワクチンのことを話してましたけども、予想してたほど売れてないということで医薬品部門の収益も下方修正したというようなことを言ってました。こういった状況を受けてですね、神さんの方でいろいろ他にもですね、この YouTube 動画以外にもいろんな記事を書かれているようなんですが、それに対してこう反論をしてきているようですね。そうなんですよ、反論というか抗議ですね。それに対して神さんの方でそれをどういうふうに受け止められたのか、それに対する反論というのをちょっと改めてお聞きしようと思いまして、書かせていただいたんですけど、編集部に、なんか訂正の抗議文が来たみたいなんです。私も見せていただいて、ポイントは私たちはちゃんと臨床試験をしていると、それから厚生省の買い上げの約束はないって、この2点なんですけどね、彼らの主張は5つ臨床試験をしていて、第3層の大型の臨床試験もしてるんだと、ベトナムとかでしてるんだ、だから私たちは問題ないんだ、この主張は、彼らがそう主張するのは全然構わないんですが、専門家として私たち臨床医で患者さんの立場で見ると、その5つの臨床試験のうちに公開されてるのは、公開っていうのは論文の形で公開すると世界中の専門家が読んで、これはおかしい、これはどうだって議論できるんですよ。2つは公開されてないんです。公開されてないまま検証しようがないので、そういうのはやっぱりみんな納得しないんですね。3つのうち1つは第1層2層試験というやつで、これさすがにそのテストの序の口なので、これも論文になる、やっぱ3層試験というんですね。でその3層試験確か2つ公開されてるんです。ランセット感染症版という、割とすごい有名な雑誌に載ってるんです。彼らはこれを第3層試験って言ってる。私もこの間もあるいは文章なんかに取り上げてるんですが、これやっぱ800人とか900人のオーダーであるのと、その臨床試験では評価項目って決めるんですね。接種後28日後の抗体価って、第3層試験ってのは普通は感染を予防したとか重症を予防したみたいなのをしないといけないんで、抗体価なんてのは大体エンドポイントって言って、あくまで仮免許なんです、抗体が上がったから有効性証明されてるなんて普通のと考えないんです、普通のお医者さんは。だって彼らは新しいメカニズムのワクチンだってあれだけ強調してたんで、新しいメカニズムだったら抗体価が本当に臨床的転機になるかなんてわからないんですよ。本当はちゃんと感染症を減らすっていうのを示さなきゃいけないんですね。もう一つは安全性に関しては28日間しか基本的に見てないので、そんなもん分かるはずないですよね。1万分の1の副作用なんて900人800人じゃ分からないので、主張になってないんです。これは彼らが論文を発表してくれたから分かるんです。あなたたちの主張は、あなたたちがそう主張するのは自由なんだけど、医学界一般では認められませんよと。もう一つのお金の方はそんな約束してないって。確かに9月頃厚生省が420何万回分、約430万回分を供給予定って発表してるんです。427とか8とか正確な数字出してるんですが、
そしたら読売新聞がですね、厚生省が確保したと報じてるんです、うん、確保って普通契約してお金払うことを意味しますよね、うんうん、今度は明治さんの方はいやそんな約束全くしてないと、うん、普通に供給するだけだって、いやそれもこそまさにワクチンの費用は税金で払うので、うん、これは説明責任がいりますよね、うんうん、私はまあ打つ一国民として、あの読売さんの記述とか読んだら普通はお金払って買うんだろうと考えますから、うん、この辺がやっぱりちょっとよくわからないんですね。この前の動画でも、まあ、これは、国が確保したと報じられたことで最終的には売れ残っても国が買い取ってくれて廃棄するということだろう、まあ、だから売れても売れなくてもいいんだと、うん、臨床試験が足りてないから医療機関はもうこんなまだあの安全性が確認されてないものは買ったりしない、だからもう最初から売れないことを前提に最終的に買い取ってもらえばいいんだということで、このレプリコンワクチンコスタイペを今年の定期接種に採用してもらったんじゃないか、まあ、こういう話だったんですよね。はい、そう思います。でそういうその厚労省が最終的には買い取るんじゃないかという話、それともう一つのカビさんのお話の柱が、そもそもこれは仮免許なんだと、全然臨床試験の数が足りてないから、本当だったら1万以上、普通はもう2万とか3万とかっていうオーダーで臨床試験を行って、一定の期間副作用がそれほど大きな数出ないことを確認して安全だということで承認する、ところがわずか2000にも満たないような数の臨床試験しか行われてないんだという話だったんです。そうです。それに対してメッセッカファルマ側が反論してきたのが、いやなんか国内外で2万人ぐらいの臨床試験やってますよっていう話だったという、はいはい、ことだそうですね。そうです。いやそれはやっぱり論文という形で発表しなきゃいけないのと、それでみんなの批判を浴びなきゃいけないんですね、うんうん、でワクチンっていうのは普通は5年10年かかるんです、うんうんうん、全部打ち終わってから1年2年の単位で経過を見るんです、うんうん、ファイザーとモデルナが特別、あれは異常な状況だったので特例で認めただけで、うんうんうん、今回特例で認める必要がないの、うん、もう一つは明治さんが自ら新規だ、新しいメカニズムだ、うん、あれだけ言われてるので、うん、新しいメカニズムだったら抗体価なんかで比べちゃいけないんです、うん、抗体が上がるかで本当にどうかわからないし、うんうん、安全じゃない可能性がありますよね、新しいんですから、うん、言ってることとやってることに全然、うん、合わないんですよ。その2万人っていうのはさっき その2000人足らずしか臨床試験やってないっていうのと随分舵が違いますけど、うん、それどこなんで、どこで別の臨床試験はやってられるんで、その結果まだ発表されてないんです。発表されてないんですか、はい、これは発表されてないんじゃ検証しようがないですね。検証しようがないです。あ、それを一方的にやってるやってると、はい、と言ってるわけですか。世界各地でやってるのは事実なんですが、うん、その試験で見せることはもう抗体価が上がることは僕も分かってるんです、うん、小さい試験でも分かってるので、うん、本当に感染を予防したこと、うん、もう一つは長期的スパンの安全性なんです、うん、こっちがないとやっぱワクチンは使えないですよね、うん、だから結局明治製菓側は国内外で2万人の臨床試験って言ってるんだけども、それはやられてることは分かってたわけですね、うん、この前もまあそういう話をされてた、はい、ところがその結果がはっきりした形で公表されてない。そうです。だから本当に安全性が確認されたかどうかが分からないということなんですね、はい、そうです。それはちょっと反論になってないですよね。そうなんです。なぜ向こうも専門家の方々がやってられるので、うんうん、どうしてこういう反論をこの時期にされたのか、うんうん、いろいろ勘ぐっちゃいますよね、うん、なるほど、まあ、それともう一つが厚労省の方と別に買ってもらう約束は現時点ではしてませんよということですね。多分ねこれは約束はしてないんでしょう、そう言ってるんだから。神さんのその言われるのは、読売新聞が確保したと厚労省が言ってると報じたんだから、確保してないわけないでしょうと、うん、確保したということは厚労省が一応最終的にはうちで引き取るよと、これだけの数を供給しなさい、だから確保したというふうに言ってるんだとということだったんですね。だからこれは契約したということかどうかはもちろんわからないし、約束をしたということ
かどうかは分からないんだけども、おそらく明治製菓側は最終的に厚労省が売れ残っても買い取って廃棄してくれるという期待のもとに製造してたんでしょうね。そうでしょうね。だってそうじゃなければそんな当てもないのにそれだけの数のワクチンを作って売れ残って全部損失じゃないですか。そうなんです。これ売れないことは普通なら予想がつくはずなんですね、うん、その根拠はあの他のモデルナ社ですらもそんなに売れてないんです、うん、ファイザー1強になってるので、うん、まして新しい基準のワクチンはそんな出るはずないんです、うん、それなのに約束もなく400万回分も作って大損出したらこれ、うん、社長さんの首が飛びますよね。いやそれは株主代表訴訟っていう可能性だってありますよね。なりますよね。そういう無茶なことだったら、はい、そんなも損するに決まってるじゃないですか、はい、その約束もないのに作ってしまえば、うん、でしかももうすでに100億円ぐらいね収益の見通しを下方修正してるわけですよ。いやこれは焦りますね。確かにそうですよね。明治製菓の経営者としては、うん、ちょっと考えられないですよね、うん、本当に売れるという見通しを持ってたんだとすると多分厚労省だし、はい、それは言えないし、はい、この前からこういうことを話題にしてるから神さんの指摘もあるし厚労省がうちはもう買わねえぞって言ってるのかもしれないですよ。読売の厚労記者クラブがわざわざ確保って書いてるんですよね。いや彼らが誤報だったのか、そうですね、あるいは厚労の役人がそうレクしたのか、普通は後者だと考えますよね。でそうだったんでしょう。多分そういう見通しだったから、うん、そういう意味では経営者としてはまともな判断だったんですよその時は、うん、ところがバレてしまったからもう今更そのいやもうそういう約束だったんだと実際上買ってくれるはずだったんですと言えないから業績下方修正、それをなんかネット上のデマがどうのこうのというようなことの理由にしたいんじゃないですか。そう思います。それで一生懸命抗議とかしてるわけですよ多分。そうなんでしょう ね, ね。私も抗議文章のデータ見せていただいて、いやこのデータでこういうのは普通の臨床医だとちょっとさすがにしんどい、うん、正しいワクチンが抗体価が上がってこれで三層治験だっていうのはそう主張するのは勝手なんですが、うん、信用してもらえないのは分かると思うんですよね、うん、しかしそういうあの抗議をするんであればうちにもすればいいと思うんですけど。怖いんでしょうね大原先生抗議したら怖いでしょう。それはだって相当見られてますから、うん、この前の動画はもう6万近くいってますよ。おそらく一番影響大きかったと思いますよ。なんでうちに来ないんでしょうか。本当来てほしいですね。もうでもカモネギになっちゃうからさすがしないんでしょうね。私明治製菓は確か17、18年前にコンプライアンスの講演をしたことありますよ。そうですか、お客さんなんですか、本社で、だからぜひねなんか文句があるんだったら行ってきてほしいですよ、うん、その方が話早いじゃないですか。そうですね、先生と議論された方が早いですよね。リーガルな問題、ここに来てもらって話せばいいんですよ明治製菓の方。いやオープンに話せばいいですよ ね, ね, ねぜひいかがですか明治製菓の方、ウェルカムですからどうぞいらしてください。そうですよね、もうたっぷりね言い分をお聞きしますよ、本当に闇深いです ね, ね。この間の動画に対するコメントの中にもあったんですけど、レプリコンが売れてないのは16人分のバイアだというのが原因なんだと、そういうコメントがありました。それは実際私一臨床医としてやっぱり16人分ってのは使えないです。クリニックでは使えないです。これはどういうことなんですかね。なぜなんでしょうね。普通に考えるとあんまり売ることを真剣に考えてられないんですよね。だって16人分をその1日1人ずつ使えばいいって話じゃないんでしょ。開けたらもう使わなきゃいけないですね。そうですよ、使わなきゃいけないですから。本当に16人揃ってきてくださいって話ですよね。そんなに来ることないです。無理ですよね、うん、ということはここからもですね売る気がないんじゃないかと、うん、同じ売れなくて買い取ってもらって廃棄するのにはまとまってる方がコスト安いですよね。そういう勘繰りもしたくなりますね。しかも出荷しなくていい、運送しなくていいわけですから、うん、めんどくさいですよね1人分とか2人分だったら、というふうに勘繰ってしまいますよね、はい、いやだから反論があるんだったらぜひ明治製菓さん来てください。ついね勝手なこと言ってるから、うん、ぜひどうぞなんかご意見を寄せていただいてコメントでもいいですよ。明治製菓ですおかしいですよってコメントに入れてほしいですね。ぜひ本当に16人とか使2人でも使いにくいんです。1人1人使い捨てるのが一番現場使いやすいんですよ。だから多分ねそういうことを聞かれたら困るんですよ。
一方的にその臨床試験はやってますよとかその約束はしてませんですというようなことを抗議文化なんかで言うしかないんでしょうね。確かに明治の現場の担当者の方々、私知人を介して話したことあるんですが、うん、まあ、本当にそういう約束にはなってないと彼らは思ってるんですね、うんうんうん、で逆に言うと売らなきゃいけないと本当に思ってるんで、うんうん、でしょうね、多分そういうこともしあるとしたら上層部の一部だけなんでしょうね。でもその現場の人たちはその16人分で売れると思ってるんですかね。思ってませんよそんなこと。全く、いやもう現場の製薬企業の方々はもうファイザー一強、他は売れないと、もうこれだけ差がついちゃってるので、ファイザーのもう営業力とこれまでのブランドでもとても太刀打ちできないと思ってるんですよ、うん、まあ、現場の方ではなんとか売れればいいなという願望はあるかもしれないけど、うん、実際にはなかなか難しいってことは分かってるわけですね、まあ、担当者は分かりますよ。でも実際ほとんど出てないと思いますよ、うん、私も担当の方からはそう聞いています。 ほとんど出てないって、うんうん、なるほど。結局この問題は厚労省が何らかの事情があって国産ワクチンの一つとしてレプリコンワクチンを採用して、最終的にはうちが引き取るという期待を持たせて、少なくともでそれだけの数を、だから400万本ですか、すごいすごい、すごいですよね。それだけのものを作らせたんだけども、じゃあどうなってしまうのか、その企みが分かってしまって世の中に、明治製菓としては本当に困ってると。そうでしょうね、いうことですね。厚労省との約束がなければ本当に経営陣として失敗ですからね。いや、そういうことですね。明治さんは去年も特別損失出してますからね、うん、去年まで本当に法的に買い取りが決まってたんですが、うん、新しいオミクロン株の作れなくて、武漢株で申請出したら承認してもらえなかったんですよね。私は明治 の、 あのホームページのね、業績見通しの資料をちょっと確認したんですけど、なんか面白かったのは、去年までは人用ワクチンっていうのが一つ1項目あって、そこの売上はこう個別に開示されてたんですよ。それが今年からは動物用薬と一緒になってるんですよ。そうですか、ね。いや、だから人用ワクチンだけでどうなのかっていうことが分からなくしてあるわけですよ、うん、これ考えられます？考えにくいですね。動物用の薬と人用の薬って一緒にしたんじゃ、うん、その業績の見通しが立たないじゃないですか、評価できないじゃないですか。いや、なんかどうもね、いろいろこうね、こすいことをやってるんですよ。やっぱり少し遡ってみると、今年の5月ぐらいの段階では相当大きな収益見込んでたんですよ、うん、見て、私も見ました。そうですよね、うん、それが最近になってぐっと下方修正されてるんですね。明治さんはもともと抗生剤感染症メーカーとしてはもう日本のトップランクだったんです、うん、ところがこの30年ぐらい本当にちょっとこう落ちてきてるイメージで、うん、まあ、イソジンなんかも昔導入品で売ってたんですけど、うん、ああいうのは他社に行っちゃって、うん、今回まあ本当に期待されたんでしょう ね、 なんですね、うん、額が大きいですからね、うん、必ず売れる400億円ってのは大きいですよね。だからそれをまあ糧にして、まあさらにこう臨床試験とかをどんどんやって、最終的には安全性を確認したいと思ってたのかもしれないですね。でもそのプロセスが問題ですよね。そうなんです。いや、普通の経営者だったらファイザーがここまで来てる時に多分ワクチン独自開発するって言わないと思う。第一産業さんだったらメッセンジャーの同じようなワクチンなんで、まあ、あれならまだ分かるんです、うん、ファイザーモデルナと基本的に同じような、なるほど、だからまあ抗体価見て分かるんですが、うん、新規性っていうのを強調されたので、うん、新薬っていうのはもう臨床現場やっぱりビビるんです、うん、予期せぬ副作用がしばしば出るので、あの売り方がモデルナと一緒ですよっていうんだったら使うんです、うん、ファイザーともう全く一緒なんですと、国産だけで向こうに特許料払ってます、あ、それはそうだねって言って、うん、ということは全員に解釈すると、さっき私が言ったように最初は仮免運転で、まあ、少しね問題あるけども、厚労省が認めてくれてんだから、まとめて引き取って廃棄してもらって、それによって利益を上げて、でそのうち安全性も臨床試験で確認できるだろうという見通しだったっていう、まあ、善意考えるとそうだけど、うがった見方をすると
それもうまくいかないだろうけど結局買い取ってもらった分が儲かるだろうと、それを他の事業に当てようと、同じ、まあ、あの医薬品事業でもという目論みだったのかもしれないですね。私も明治さんが本当にコロナワクチンやりたかどうかってわからないと思ってるんです。さすがにメーカーのプロ同士がファイザーさんとかそんなに勝てると思ってないと思うので、厚労省がもうかなり強く要請したと思ってるんですね、国産ワクチンがいるって。で第一三共はお付き合いでやったと思って、まあ、大きい企業だし今すごい景気いいんですよね三共さんは。明治さんは、まあ、ある意味やらされた感が私あると思います。そしたら去年までは本当に買い取ってくれたんです、うんうん、作った感じ全部買い取ってくれたので、今年もその制度が続く可能性ももちろんありましたよね。去年までは買い取ってくれたんだけども残念ながら開発が間に合わなかった、間に合わなかったんです、ね、武漢株までしかできなかったんです。で今年は買い取りは約束ではなかったけども承認してくれた、うん、でも買い取ってもらう期待が、まあ、その目論みが外れちゃった、なかなかうまくいかなかったってことですね。知人の厚労省の関係者なんかは、うん、こういうのは補助金とかいろんな形で埋め合わせるので、うんうん、まあ、郷原先生や原口先生に見つからなければやってたかもしれませんねやってたかもしれないですね。明治さんも被害者だって意識は強いと思いますよ、うんうんうん、彼らが本当にそんなのやりたいとはちょっと思えないんですよね、うんうん、まあどうしてくれるんだって本当は内心思ってるでしょうね、厚労省に対して思いますけどね、日本のその例えば武田薬品さんなんか実力的にできますけど、コロナやらなかったですね、ワクチンは。デング熱は同時期に開発したんですけど、ああいうメガファーマがやらなかったのを明治さんが独自にやって世界的競争を勝つと思ってるとは本当に思えないんですよね。治療薬ってのは干渉者が少ないんです。少ないからもう小さい企業も戦えるんですよ、患者さえ絞れば。ところがワクチンは大きいので、なるほど、やらされて被害者になったような意識はあると思いますね。要するに今日のお話のまとめとしては、明治製菓は一体何を考えてたんだろうかと。そうです、謎ですね。もうそれはもう株主総会とかでご議論いただくのが一番いいと思います ね、 この前のお話はレプリコンワクチンの闇の話だったんですけど、はい、今日は明治製菓の謎という話でこのあたりで締めくくりたいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。